ーチ研究所チャンネル特別編よいしょスリーマッチイエーイイエーイおー、いくよはい、ということで、はい、まあちょっと自己紹介からいきましょう今日はやりましょう、自己紹介、はい、いきましょう、はい、はい、スーパードラゴンボールヒーローズ研究所ドクターマルコですイエーイマルコそして、はい、そして宣伝担当のコペでーすコペということで始まりました熱い握手から始まりました、はい今日なんですけども、はいはい、スーパードラゴンボールヒーローズの最新情報を皆さんにお届けしたいと思いますよいしょ素晴らしい何ですか最新情報ってもうさ焦らないで焦りますよもう画面の向こうのみんなはねもう焦ってるんですよ早く言えよ焦らないで、はい、まずはねちょっと告知していたはい、はい、プロモーションアニメがあるんであそれをちょっとね2人で見ていきますか見ていきましょうかはい行きましょうじゃあちょっと振り頼んでいい？あ、もう行きますか？V 振りお願いしていい？はい、じゃあ、はい、プロモーションアニメ時の海洋シー編どうぞ！うおやばいっすねすごいっすねいや、ちょっと、富倉さんすごいことなってません富倉さんめちゃくちゃパワーアップしましたよね、本当にめちゃめちゃかっこいい、あの携帯いやもうでも僕はあの女戦士とね、あのヤンちゃんのあのやりとり、いや、まさかさ、はい、まさか、結婚まで行くかといや、なんなんすか、このみんなね、このすっごいもうね、うん、激戦をしてる中で、うん、いや、そうなんすよ、何あそこだけね、本当に、あそこだけもうなんか、雰囲気が全然違う違う雰囲気ですよねちゃっかりチルドはしっかりね、倒してましたけどね、はい、その二人組といえばですね、はい、トランクスのとこじゃないですかそうっす、そっちをあったよ、もういや、あっちの方が感動ですよねまあそうっすよね今度はね、守らせてほしいってねご飯のね、あの一言が重いっすよね、やっぱねいや、めちゃくちゃすごく涙あり、うん、その恋愛あり、うん、で、なんだろうね、いろいろありのいやいや、もういろいろありって、もう一番はやっぱ最後のベジットですよ、ベジットそうだったバコーンって、もうあれで全部持ってかれたわって感じでしたけど確かに、ちょっと次回も楽しみだね、これいやもう次回楽しみでしかないですよ、本当に次回どうなるか、戦いがいやもうあのドミグラがね、どうね、こうベジット戦っていくのかあんなに強かったんですよ、ドミグラさあ、ベジットどう向かうのかいや気になりますねこれは楽しみですね、というところで、はい、あ実は今回、うん、最新情報ということで、もう一個最新情報にまつわる、うん、VTR あるんでおお、あるんですか VTR あるんで、はいはい、皆さん見たいですよねいや見たい見たいよじゃあちょっと今回僕が、はい VTR 振りをしようと思います、はい、おお、めっちゃ食べるよじゃあ一緒に行きましょうか行きましょう一緒に行きましょうじゃあ、はいはい、一緒に、うん、じゃあそれでは VTR スタートこれでおしまいだ行きますよゴールデンウィークもドラゴンボールヒーローズの勢いは止まらない全国のヒーローたちよ熱いバトルが待ってるぜウルトラゴッドミッション8弾覚悟しろ最強の合体戦士デジット参戦絶望を味わわせてやろう覚醒した暗黒王ドミグラこいつが真の俺様の力だデスレイダー暗黒王ドミグラに共鳴した悪の戦士たちが次々と襲い来る素晴らしいパワーだ今度こそ君を守るご飯さん血の気の多い奴らばっかじゃねえかダーリン私のそばを離れないでやってやる変なするわダーリンこいつで決まりだ力を合わせて邪悪に立ち向かえさあ君もドリームチームを組んでこの戦いに参戦しようこの暗黒王に盾つくというのだな画面とカードが連動戦略を練って攻撃を仕掛けろチャージインパクトに勝利して大ダメージを与えようやめた真の力を解放したドミグラを止めることはできるのか時の海王神拳団結の一撃戦闘民族サイヤ人悪のカリスマフリーザ一族二つの種族の戦いの歴史が今明かされる宇宙一の力を持つ者は我が一族でなければならんのだあと一回俺は弟より多く変身できるもったいつけてねえで早く見せてみろよフリーザー僕は最強の宇宙海賊チルド様なんだよフリーザ一族ルートサイヤ人ルート
それぞれの視点で歴史を遡り、世代を超えた激闘を終え、星の座を引き止め、地獄に落ちな。原作再現エイジ、悪のカリスマとの因果編、 F の系譜キャンペーン。圧倒的な戦闘力を誇り、星々を滅ぼしたこの一族なしではドラゴンボールは語れない。共通アビリティ F の系譜を搭載したダークでかっこいいキャンペーンカードを手に入れろ。このカードを使って遊ぶと限定チャットスタンプがもらえるぞ。天下無敵のお父さんが集結。激戦を戦い抜いたお父さんたちがキャンペーンカードで登場。子供と一緒に戦うと本領を発揮するぞ。キャンペーンカードは全60。天下無敵のお父さんを手に入れろ。ウルトラゴッドミッション8弾のカードは全83種。大人気ドラマティックアートカードもあるぞ。どんな絵柄のカードが登場するか楽しみだな。祝 V ジャンプ30周年、 V ジャンプ30th レアカードが登場。過去の表紙デザインがカードに、すんごいぜ。30周年にふさわしい強力なアビリティを搭載。さらに V ジャンプ30周年記念号にはスーパーファーストヒーローズセットがついてくる。これは絶対に手に入れてやる。ドラゴンボールレジェンズコラボ第2弾、シャロット覚醒への道。このミッションではシャロットが8人目の仲間として参戦。バトルに勝って経験値を貯めてレベルアップ、スーパーサイヤ人ゴッドに覚醒させよう。期間限定チャレンジミッション、君の参戦を待ってるぜ。さらにクライマックスチェンジを搭載したカードも登場。シャロットの進化が止まらない。オンラインバトルロビーではチーム対抗戦を開催。ゴールデンフリーザ VS ゴールデンクーラの兄弟対決。好きな方のチームを選んで敵チームとバトルだ。参加者全員に豪華アプリがもらえるぞ。君はどっちのチームを選ぶ。邪悪が加速するこの戦いに君も乗り遅れるな。スーパードラゴンボールヒーローズウルトラゴッドミッション8弾、4月27日稼働予定。ゴールデンウィークはスーパードラゴンボールヒーローズで決まりだ。ウルトラゴッドミッションゴールデンスタンプラリー開催。スタンプを集めてボーナスをゲット。第7宇宙最強戦士シークレットカードゲットチャンス。悟空かモナカ、お店で当たりが出るともらえるトリプル3倍ボーナスもあるぞ。このチャンスを見逃すな。ヒーローズを遊び尽くせ。最新情報は公式サイトをチェック。おーおしょい。いやーすごい。ということで、はい、ウルトラゴッドミッション8弾、はいはい、なんと4月27日、はい、木曜日ね、はい、稼働予定でございます。いやちょっと映像を見てるだけでもなかなかすごそうなカードなかった。限りますね。すごいね本当に。しかもプロモーションアニメの、うん、あのね、うん、ドミグラ様とかなんかねカード化してるっぽかったよね、うん、いやそうなんよ本当にね。いやもう本当なんか全部欲しいっすよ本当に。再現のカードとかもたくさんあったし、だし皆さんからすればですよ、うんうん、ちょっとそのカードの情報を知りたかったりするんじゃないですか。いやもうあんなチラ見せじゃねもう早く見せろやってなってるはずなんで。全くしないで、うん、じゃあ早速ねちょっとカードを紹介していきたいと思います。お、はい、じゃあちょっと神戸の方から。はい、じゃあ早速ね、はい、こちらなんですけれども、はい、はい、1枚ずつ紹介していきましょう。はい、まずこちらですね、プロマイミアクから、はい、ベジットがまず出せるということで、はい、もうこのファイナルカメハメハですよ。いや、そうですよね。そう、あの格好気になってました。そう、この必殺技もファイナルカメハメハでね、もうイラストとね、もう揃っててね、めちゃくちゃかっこいい。しかもさ、決着をつけようぜっていうね、アビリティ名称もかっこいいっすよね、これね。好きでしょ。そうで対するねこのボスの暗黒王ドミグラです。いやドミグラ様ですよ。ドミグラ様ほんと強いから。いや本当にこのね携帯なんだね、あのプロモーションルパー携帯ね。ルパー携帯そうそう、うん、これもうねあのアビリティも気になるとこですが、はい、はい、そしてそんなねあのセルの魔強化
ということで、はい、登場しております。めっちゃかっこいいですよね、これね。まがまがしさがすごい出てて、はい、かっこいいんですけれども、うん、そして注目のこの国威の女選手ですよね。注目のそう、国威の女選手、このヤムチャとね。あ、そうだね、さっきプロモーションアニメの時にあそこ、はい、気になるって言ってたもんね。そう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 、はい、まあ、次行ってみましょう。はい、はい、こちら、はい、なんとね、激突100億パワーの選手たちでね、劇場版でメタルクーラーに放ったあの悟空なんかも、あ、懐かしい。そう、そして、うん、F の系譜を持ったチルドですよ、これね。もう F の系譜がめっちゃ出てますよ。確かに後ろにね、こう、あのね、皆さんいてっていう感じで。そう、うん、そしてフリーザ復活ね、このドラゴンボールスーパーアニメからね、はい、力の大会編の、あのフロスを強化した時の、そうですね、はい、後ろにね、立ってますね。そう、もう激アツカード盛りだくさんということで、はい、最後こちらでございます。はい、ドラゴンボールレジェンズとのコラボでですね、シャロットが登場ということで、シャロット、そう、前回はね、はい、あの黒髪の通常のシャロットがね、登場していたんですけれども、ね、はい、今回なんとスーパーサイヤ人からなんとクライマックスチェンジを持っておりまして、うん、スーパーサイヤ人2、スーパーサイヤ人3、そしてスーパーサイヤ人5と進化するといったようなカード、ゴッドまで行っちゃう、はい、行っちゃうんですよ。はい、まあ、皆さんそうクラチェン大好きだと思うから、はい、こちらもね、あのぜひチェックしてみてほしいなというふうに思います。思います。いや、手に、はい、ね、はい、本当に手に入れたいというところで、はい、じゃあ今度は僕の方からね、はい、あのキャンペーンカードの、いや、はい、はい、紹介をしたいと思います。はい、こちら、はい、天下無敵のお父さんキャンペーン、天下無敵、はい、ということでですね、こちら、左から孫悟空、はい、はい、そしてベジータ、うん、そしてベジット、はい、そしてミスターサタン、うん、そしてバーダックビアール、あ、いい、これ後ろの極意いいっすね、いいでしょ、はい、でそしてパラガス、パラガスもラインナップされて、天下無敵のお父さんですよ。これ彼が一番天下無敵な、いや、いや、いやね、最強のっていう風にね、はい、あの VTR のにもありましたが、はい、ちょっと、まあ、個人的になってはミスターサタンは最強なんですか。うん、いや、まあ、あの最強ですよ。あの地球救ってますから。確かに魔人ブーの時に、確かに、悟空も認め、一番の救世主はお前かもなって言われてますから、言ってましたね、はい、いやー、というのと、あとベジットもね、これまさか、この親子というところで、そう、ゴテンクスですよ。そう、ゴテンクスなんですよ、これね、はい、いやー、これも楽しみですね。楽しみです、かわいい、かっこかわいいね、ね、かっこかわいいっていうことで、はい、そしてもう一個キャンペーンがあります、はい、こちら、おー、これ、はい、F の KF キャンペーンです。そうです、F の KF キャンペーンです、はい、そう、言っちゃったよ全部言ってくれた、はい、っていうことで、あの左からフリーザ、はい、そしてクーラ、はい、で、コルド大王、はい、でメタルクーラー、うん、でゴールデンフリーザということで、はい、うん、これめちゃめちゃこの絵かっこよくないですか。そうなんですよね、これね、もうあのフリーザ一族の印象的な、ね、つるんとしたことね、球体のガラスのところ、いや、いいですよね、頭のところもね、強調されていてね、はい、非常にフリーザ一族感が出てますよね、うん、めちゃめちゃね、あの気になるところではありますということで、はい、はい、じゃあ次ですね、なんとこちら、はい、はい、こちらですね、ほうほう、第7宇宙最強戦士シークレットカードゲットチャンスといったね、はい、キャンペーンさんございます。はい、で、まあ、はい、あのゲームが終わってですね、大当たりが出たらどちらかがもらえるといったような、はい、なるほど、キャンペーンさんとなっておりまして、はい、まあ、こちらですね、はい、あの4月1日にエイプリルフールでですね、うん、モナカのやべえカードが登場するぞみたいな、そう、何あれ、もうあのとんでもないカードが登場するって言って、2日にごめんなさい出ませんって、もうあれは良くないよ、そう言ってたんですけど、本当ごめんなさいなんですけれども、なんとあのモナカがやっぱりカード化しちゃうんですよ。あのモナカ、モナカです、そう、あのモナカですよ。いや、モナカじゃないですか、これモナカ、モナカでした、どう見にはモナカでしょ、モナ、あ、モナカですよ。 そうだ、そしてこのね、隣の悟空もね、はい、このあの力の大会でケフラにね、流星カメハメハ放ったシーンのカードがもうまんまね、カードになっちゃいましたということで、あの服もそうだもんね、そう、やられてる、そうなんですよ、はい、非常にね、両方どっちが手に入っても嬉しいキャンペーンとなっておりますので、2枚ってことね、はい、見逃せない、どちらか1枚ね、パックでもらえて当たるといったよ、なるほど、はい、なっております、ぜひご確認ください、はい、お願いします、はい、ということで続いて、じゃあ僕の方から、はい、いつもね、皆さんお待ちかねのあれです、こちら、はい、はい、ドラマティックアートカードの紹介になり、よいしょ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 、さあ何が来るんだ、何が来るんだ、はい、っていうね、で、こちら、はい、フリーザとベジットということで、はいはい、じゃあもう早速みんな見たいですよね、はい、見たい、じゃあ行きましょう、うん、こちら、おお、これやばいっすよね、うわー、これね、こ これどこか分かります、このフリーザ、当たり前じゃない、これもう悟空がね、はい、フリーザの尻尾ガブーって噛んで、で、フリーザがふーって言ってる時のね、そう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 、あの時じゃないですか、もう、いや、で、そして右のベジットもね、はい、あのザマスとね、戦うところの、そう、ここね、あのプロモーションアニメでドミグラバゴンって殴ったところともね、こうね、こうオマージュじゃないですけどね、そう、うん、あれをこう連想させました、あのアニメのシーンを見てね、うんうん、確かに、そうそう、ね、このベジットのシーンということで、はい、ということで、そしてまあこちら、うん、他にもね、うん、実
はいろいろカードがあるので、皆さんぜひね遊んでゲットしてみてください。はい、はい、いやどんなカードが来るんですかね、うん、7段の時も面白いカード結構ありましたから、ありましたから、ベジータが悟空に怒るシーンのやつとかさ、そうコミカルなやつも多いから、あの、はい、気になりますよね。いいワードがありましたよ、はい、コミカルなカードあるのかな、はい、じゃああるんじゃないですか。なるほどね、はいはい、はい、さあということでですね、はい、はい、あのさっきのね VTR 見てちょっとおおってなったと思う人もいるんですけれども、うん、はい、はい、V ジャンプ30周年記念企画ということでですね、はい、V ジャンプ30スレア、略して VJR といったようなリアリティが登場いたしますということで、はい、やばいですねこれ。そうこちらですね、はい、まあもうあの見たことある人はいるかもしれません、この表紙絵になってるんですよね、2010年の12月号ですよ。12月号の表紙絵がそのままなんとカードになっちゃった。これカードだったのか。そうカードですこれ。本じゃないですよこれ。本の紹介かと思ってた。悟空のカードなんですよ。でこれしかもそのすごいあの2010年の12月号のですね、はいはい、あの表紙絵を完全再現したカードになっておりまして。2010年そうです。あのドラゴンボールヒーローズがですね初めて稼働するっていったタイミングの特報タイミングでの号なんですけども、うんうん、そう特集号になっておりまして、でここに書いてあるファーストヒーローズセットっていうカードがあるじゃないですか。はいはい、このちっちゃくて付録にコントロールそうですね。ありますね、そうついてたカードのですねなんとパワーアップ版がですね V ジャンプ30周年記念の7月特大号ですね、付録としてスーパーファーストヒーローズセットとしてですねこちらのカードたちも、はい、ついてくるということで、しかもこの VJR のですね、はいはい、あの悟空はですねあのサーティースビクトリーアビリティといったような共通アビリティを持ってるんですが、ほうほうほう、その共通アビリティをこのスーパーファーストヒーローズセットのカードも持っている。確かにねあるね、うん、そうでこれが非常に強力ということなんで、これもねまたね続報あのちょっと期待しておいてくださいといったような内容となっております。これはめちゃめちゃ楽しみですね、はい、全種手に入れなければもうV ジャンプもね、7月特大号ですね、5月売りのものなんですけども、うん、これも手に入れなければといったところでございますね。なるほど、はい、楽しみですね。楽しみだ、本当に、うん、全部すごいね。すごいよ、本当にめちゃくちゃすごい、本当 ね、 ですね、これもう手に入れてほしいですし、うん、しかも演出とかもね、めちゃめちゃかっこよさそうなのがあったから、いや、そうっす、そうっす、うん、本当にね、なんかもういろいろ盛りだくさんそうなんで、そう、はい、実際ね、皆さんゲットしてみてくださいということで、はい、まあ、詳しい情報は皆さん、前夜祭の方でね、あの確認してくださいっていうことで、はい、はいはい、あのそれ以外にもですね、なんと僕からちょっと告知あるんですけれども、はい、4月29日よりね、はい、ウルトラゴッドツアー2023が開催決定ということでですね、やー、はい、でこれなんですけれども、はいはいはい、あのツアーのグッズなんかも販売されましてですね、はいはい、ブースターセレクションパックなんかをはじめですね、いろいろなねあのツアーグッズがありますので、はい、こちらもぜひ見逃せない内容となっておりますと。なるほど、はい、詳しい情報は、はい、ちょっとね、公式サイトを見てほしい。あ、なるほど、なんか言いかけてる。いや、公式サイトを見ればいいんだね。あ、そうそうそう、 どこでその情報を手に入れたらいいかなって。あー、いや、もう先にいいのよ、ごめん、言っちゃった、ちょっと言っちゃったよ、全然いいから、いいから、いいから、はい、まあ、ということでね、はい、いろいろ情報言いましたけれども、はい、はい、ちょっと締めてもらっていいですか。僕がですか、はい、いや、まあ、ということで、はい、皆さん、8段、ね、ちょっと、締めのことを考えすぎてさ、なんか、まとめられなくなっちゃう、まとめますね、はい、まあ、本当にね、8段盛りだくさんな、ものになっておりますので、皆さん、うん、前夜祭、本当に見てくださいね、うん、ということで、うん、皆さん、うん、バイバーイ、バイバーイ、さよならー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 。